はい、これから神脇がこの表題の文献について紹介します。こちらがあの文献紹介の、まあ、文献の情報となってます。はじめに、こちら あの2つの文をこう見比べてほしいんですけど、上の気圧が変化すると頭が痛いっていう文と、下の、あなたのことを考えると頭が痛いっていう文は、頭が痛いっていうその単語の使い方がそれぞれ違います。で、上の気圧が変化すると頭が痛いっていうのは、その病気とかの症状として頭が痛くて、で下の方はあの感情的にあなたに対して嫌悪感を抱いてるっていうような頭が痛いの表現になってます。で、まあ通常のあのワードエンベディングだと、例えばその今回でいう頭が痛い、頭痛とか発熱とか、あと麻疹、歯が痛いっていうものの、意味的なそれぞれの近さ、悪い症状だっていう近さは捉えられるんですけど、あなたのことを考えると頭が痛いっていうその感情的なこのつながりっていうものは捉えられません。そこであのその感情的な意味をそれぞれベクトル化して、その言葉同士の感情的な意味の近さを取って来ることができるあのエモトゥーベックっていうものを今回提案しています。で、まあ、既存の手法で、まあ、あの SSWE とか、まあ、ディープ文字っていうあの手法があって、まあ、それぞれちょっとタスクとして違う、タスクというかあの方法として違うんですけれども、まあ、それらと比較していい結果を得てます。またあの既存の、まあ、ワードエンベディングの手法と組み合わせることで、まあ、あのステートオブジアットに近い性能を発揮している部分もあります。でこれが、まあ、あの実際 の, あのマルチタスクラーニングの図となっていて、まあ、全てのデータに対してあのエモトゥベックのエンベディングを共有して、で最終的に、まあ、あのそれぞれの問題を解かせるというような形になってます。でまあ、あのこの大きいのとか小さいのとかそれぞれあると思うんですけど、まあ、これがそれぞれあのデータの大きさだと考えていただいて、で、まあデータが大きいものだとそれだけ計算量が多くなるので CNN を使うっていう、なんか単純な理由で CNN を使ってるらしいです。で、またこのデータが小さいものはあの単純なロジスティック回帰であの問題をそれぞれ解かしているような形だそうです。で、まあ、この小さいものはそれぞれ例えば、感情の分類や、まあ、センチメントの分類、あと皮肉とかそういったもののそれぞれのタスクの、まあ、それぞれ小さいデータを入れているような形です。で、まあ、次にあの先ほどのところであった、左側の CNN の、部分 の、まあ、あのモデルの図になってます。これも、まあ、あの単純にですね、あの畳み込むような形となっていて、そこまであのひねりをすごい加えたようなモデルになっているわけではないですね。はい、で次に実際にあの実験の方に使ったデータなんですけれども、先ほどあったの一番左側 の、 あのデータサイズが大きいものについてはこの一番上のもので、あの過去の、まあ、先行研究の方法であのハッシュタグがついた、まあ、ツイートをこういっぱい集めてきて、まあ、データをデータセットを構築するっていうような内容があって、その方法を用いて集められた、まあ、ツイッターのデータになってます。で、まあ、ハッシュタグはジョイ、サッドネス、あとアンガーおよび、フィアの、4つのラベルに変換されてデータを、まあ、作ってるような形で、その、まあ、データセットを構築するときにはあの最後に、まあ、あのハッシュタグがついているような内容で URL とか引用、あとは、単語数が5号未満の文章を、まあ、除外したものを、集めてデータを作ってます。で、それぞれ、まあ、あの190万分で、データをこうトレインと、まあ、バリデーションとテストにこうやって分けてるんですけど、まあ、それぞれの感情がどのぐらい含まれるかっていうと、喜びが 36.5% で、悲しみが 33.8%、 怒りが 23.5% で、あの恐怖の部分が 6% の、4つ の、まあ、あの感情のラベルがついたデータとなってます。はい。で、この下の2つのテーブルがあのそれぞれのタスク、つまり
感情の分類とかセンチメントの分類、皮肉の分類とか、それぞれ の, あの個々のタスクにおけるデータをこう全てあの列挙しているようなものになっています。で次にあの実験するところですね。まあ、あのラーニングレートとかあのバッチサイズとかそういうふうになっていて、まあ、いくつか試した上で一番最良のモデルだったからこれを使うっていうような形らしいです。で、まあ、最良のモデルを保存して、まあ、埋め込み層を、まあ、MTBEC のベクトルとして使用しています。で、まあ、ベースラインとして先ほど説明したあの SSWE とか、まあ、ディープ文字っていうものを使用していて、で、まあ、それぞれ の, あのものはこういうふうになってます。まあ、SSWE の方は簡単に言うと、まあ、50次元のセンチメートこういうのの、ワードエンビニングのもので、まあ、あのディープ文字っていうのはその大きいデータ、すごい大きいものを使ってやってるんですけど、そのデータ使って入力文書の絵文字予測するようなものの、まあ、エンビニングの手法となってます。で、これが実際の結果で、まあ、ベースラインの SSWE と、まあ、ディープ文字、あとは CNN の普通のエンビリンクとエモチベックとなってます。で、CNN の、 あのエンビリンクと比較するとエモチベックの方は、まあ、18個のうち、まあ、14個で CNN の、まあ、普通のエンビリンクよりも優れていて、まあ、センチメントの分類のタスクでは 2.6% の精度向上とは、まあ、その他のタスクでも 1.6% の精度の向上が見られていると。で、まあ、あのマルチタスク の、まあ、そのトレーニングが一つ の、 あのタスクのものでトレーニングするよりも、まあ、あの一般化されてよりその人間が出すような感情に近いものをこうラベル付けできて、あのそれぞれこう分類の精度が上がっているというような形になっています。また、SSWE と、まあ、比較しても、まあ、MTBEC は、SS-T っていうあのこれですね、一番その左側のデータセットを除く、まあ、全てのデータセットであのよく機能していて、で SS-T のデータセットは、まあ、あの感情と、まあ、他のタスクに対してそれぞれ 3.3% の精度向上と 4.7% の F1 のスコアの向上が出されていると。で、これは、まあ、あの SSWE ってものがツイッター上の、10メガのバイナリ分類のタスクで、まあ、トレーニングされているもので、まあ、あのデータセットが、まあ、あの SS-T っていうものにあの過剰にもうそのタスクのためだけに作られたような形になっていて、過剰に適合しているため、あの他の、タスクへの、まあ、一般化が不十分であるために、まあ、精度が高いというような結果となっています。でまた、ディープ文字を、まあ、あのエンビディングと比較した場合、まあ、トレーニングのコーパスのサイズが、今回のエモトベックというのははるかに小さいんですけど、それでも、18個のデータセットのうち13個でディープ文字よりも優れているということになってます。で、まあ、あの先ほど説明したんですけど、まあ、ディープ文字の場合は、1.2 ビリオンのデータ文書に対して、今回は 1.9 メガの文書量となってます。で、ねまあ、あのステートオブジアートとの、まあ、比較ということで、同じ分類が共有されている、まあ、14個のデータセットについて、あのエモティベックの、ベクトルのパフォーマンスと、まあ、ステートオブジアートの結果をこう比較していくと、まあ、エモティベックっていうのはあの感情のこのつながりっていうものを特化するために作ってるので、その何て言うんですかね、先ほど上にあったその意味的な近さっていうものを捉えることが難しいと。なのでその、まあ、あの既存のエンビニングの手法と組み合わせることで、その意味的な近さっていうものも取ってあげようっていうのがこの次ですね。これがそれになっていて、で まあ、実際のグローブとこう、それぞれの方の手法をつけた、まあ、3つで比較しているような形になってます。で、すいません、これあのそれぞれ、まあ、全てのものに関しては、
普通なんか感情の分野だと、まあ、バイエル SDM がモデルとして結構強いんですけど、まあ、今回はロジスティック回帰の、まあ、分類機で、まあ、トレーニングして報告をしているそうです。で、まあ、優れた単語表現を持つ、まあ、単純な分類詞を使用するだけで、まあ、有望な結果が得られることを、まあ、強調したいというふうに書いてあります。で、まあ、ここも、まあ、先ほどと同様に普通にこうエモティブベックをつけると、14個のうち13個で、普通のエンベディングのものよりも、まあ、精度として上がると。でまた、ディープ文字のものと比較すると、まあ、14個のうち、まあ、11個の、まあ、データセットで同等以上の結果を出して平均で 1.1% の、改善が見られると。で、ですね。で、この一番右側のグローブと、まあ、エモティベックを、組み合わせた手法だと、まあ、3つのデータセットの、ステートオブジェアートの結果と、あと他4つのデータセット、ですね、チューブタブレットとか書いてあるところですね、のデータセットの、まあ、ステートオブジェアートの結果と、まあ、同等の、まあ、結果を達成していると。で、SE0714 っていうものがこれですね、あると思うんですけど、このデータで、まあ、ステートオブジェアートの、まあ、結果よりもはるかに高いパフォーマンス達成したのは、まあ、そのデータ自体が見出しがすごい短くて、その見出しの中に感情的な言葉がたくさん含まれているので、エモティベックが捉えやすかったんじゃないかというふうに書いてありました。で、まあ、最後にコンクルージョンです。まあ、マルチタスクトレーニング、まあ、それぞれ の感情のタスクの、まあ、全てのデータを用いることで、まあ、感情をベクトルで表現する、まあ、エモティベックっていうものを提案してます。で、まあ、10を超える、まあ、先ほどの出てきたそれぞれのデータセットで、まあ、既存の、まあ、心理感で、まあ、影響をこう受けたりとか感情分析とかそういったタスクで、まあ、普通のワードエンベディングの結果よりも優れていると。で、まあ、エモティベックと既存のエンベディングの手法を組み合わせることで、まあ、ロジスティック回帰のところで現在のステートオブジェアートと、まあ、互角の性能を発揮しているというふうに書いてありました。以上で終わります。